今日は各地へ気温が上がっています。こちらは今日午前11時時点での最高気温ですが、西日本から東日本にかけてすでに30度を超えているところがあります。福岡の久留米では 31.2 度を観測、そして静岡の三島でも 30.4 度を観測しています。東京の都心部でも 29.5 度と朝から気温が高いです。そして東北地方、仙台でも 28.2 度と今年一番の暑さとなっています。ただこの後さらに気温が上がりそうなんです。予想最高気温を見ていきましょう。九州地方から関東地方にかけては各地30度を超えるところがありそうです。特に九州地方、マークにはないんですが35度近くまで気温の上がるところもありそうです。熱中症に十分にお気をつけください。ではこの後のお天気どうなるのか、天気図から見ていきましょう。今日は広く高気圧に覆われて沖縄を除いては全国的に晴れています。ただ明日にかけてもこの高気圧の影響で大きな天気の崩れはなく晴れるところ多くなりそうです。ではお天気マークで見ていきます。沖縄は雲の広がりやすいお天気ですが、西日本から北日本にかけて広く日差しが出ます。気温も今日と大体同じぐらい、西日本から関東地方にかけては30度近くまで気温が上がりそうです。そして札幌でも明日は予想最高気温28度と真夏日一歩手前の暑さとなりそうですから、暑さ対策しっかりとお願いいたします。ではこの先の全国のお天気、まずは沖縄から西日本です。沖縄は週末にかけて日差しが出そうです。ただ西日本では土曜日から天気下り坂です。西日本は土曜日広く雨が降り出しまして、日曜日も雨のところ続きそうです。そして週明けにかけてもこのすっきりしない天気が続きそうなんですが、気温も雨の割には高いためジメジメとした空気になりそうです。初期品の取り扱い十分に気をつけてください。続いて東日本から北日本です。まだ関東地方は梅雨入りの発表ないんですが、どうやら週明け以降はすっきりしない天気が続きそうということで、週明けの月曜日頃には梅雨入りの発表があるかもしれません。大きな洗濯物、外干し考えている方は週末までにお願いいたします。そして北陸から北日本にかけては日曜日以降すっきりしない天気となりそうです。